続きましては、これエアストリームが作っとるキャンピングカーですね。ベース車はダッジスプリンター、まあ、元のメーカーはメルセデスのバンですね、まあ、フロントこのような感じで、じゃあぐるっと一周回りたいと思います。エアストリームの文字、いやこういうのもありなんやけどな。ただやっぱり日本で登録しようと思うとネックになるのがこれですね。この GV、 この書いてある GVWR5 トン超えとるもんな、まあこれは日本で乗ろうと思うとブレーキの制動試験というのが必要になってきます。でそれのコストがだいたい200万ぐらいかかるかな、まあこういうのを買う人はもうやっぱりお金持ちの人多いで、200万余分にかかっても全然 OK なん違うかな。珍しいしこれ、まあ一応スプリンターの文字、まあメルセデスの番なんやけど、まあアメリカではメルセデスブランドじゃなく OE でダッジブランドで出しますね、はい、後ろからはこのような感じです。おそらくこの後ろの3人掛けのシートがパタッと倒れてベッドになると思うんだけど、いやでかいなやっぱり、でかいです。長い、そして高い。インターステート、CRD、ディーゼルやな。はい。で、まあサイド、タープが、おそらく電動かなんかのタープかな、がついております。それでは助手席側から。That one's nice. まあこういうウッドパネル、シートもカチッとして、なんかやっぱりこの硬さとかがやっぱりなんかヨーロッパ的な硬さやな、いいんではないでしょうか。でフロントのパネルです。まあまさにベンツのそれと同じですね、メルセデスと。はい、スピードメータータコメーター、フレートライナーっていうのはこれアメリカのトラックメーカーですね。けどスプリンター、まあよくわかりませんがまた提携してるんでしょうか、 OE かなんかで出して。はい、本革、革とスウェードのツートのシートですね。背高いもんなこれ。ちなみに僕の身長が172なんですけども、まだ一応これくらい高さがある。で、まあ、185、6センチの人やったら頭ぶつけずに、中歩けるんちゃうかな。はい、そしてドライバーパッセンジャーシートの後ろにはキャプテンシートで2機シートがありますね。はい、広いんです。下には電子レンジです。でその隣には冷蔵庫、電子レンジと冷蔵庫となります。一応製氷室もあるな、冷凍庫、そしてシンク、折りたたみになってます。でこちらも、あこちら側がストーブですね、2バーナーのストーブ、はい、よく、はい、後ろのシートに回るとおそらく、まあこれが倒れてベッドになると思うんだけど、あとこれもそうかな、違うかな、これも倒れたらするのかな、
まあ、やり方が分かるんで、はい、テレビがついております。東芝のテレビ。うん、座り心地とかなんか肌触りがすごくいい。これはおお、間接照明で LED かなんかやな、これおしゃれです。そして収納ですね。まあこれが1つ2つ3つ4つ5つと、で後ろ側にも1つで、その反対側にも1個、でこちら側にも収納があります。で、ちょっと狭いな。回り込んで、この中は、お、シャワーもついとんねや、これ。はい、シャワーもついております。トイレです。はい、手洗い。これは飛び出てくる鏡やね。手前の方にこうやって引き出すと。うん。で、これ、おそらく、この中にシャンプー、トリートメントとかリンス、そしてボディーソープ入れとくと、こうやってこういう感じで、はい、出てくると、はい、いいんじゃないですか。うん、一応これシャワーカーテンついて、ただこの中もおそらく俺のぐらいの身長やとギリギリかな、頭ぶつけるかぶつけやんかぐらいで、まあ身長の高い人は頭ぶつけると思うけど、けどまあ仕方がないよね、キャンピングカーで。まあこんだけついとれば十分違うかな。ただこの気になるお値段、カーゴバン3500、お値段なんとベースが10万ドルします。じゃーん、102,693ドル、1000万超えます。でオプション何々つけてくと合計112,342ドル。うん、高い。150万ぐらいか、日本円で。はい、ということで、エアス、まあ珍しいエアストリームのキャンピングカーの紹介でした。お、すごい、このステップ見える。 LED で足元が光ってます。な感じで終わります。